YouTube 版釣り花火をご視聴いただきありがとうございます。今回は、映画島港、西防波堤の釣り場をご紹介いたします。釣り場の概要、映画島港、西防波堤は、明石市の映画島漁港にある防波堤の釣り場です。映画島漁港を、外海から守るように構築されていて、防波堤の先端には、白い灯台が立っています。この地域も東側にある林崎漁港と同様に、明石海峡の潮流の恩恵を受け、様々な魚種が狙える場所です。山陽電鉄の映画島駅からも距離にして、約 1km と、電車乗降も可能な釣り場です。映画島漁港の外側に位置するので、漁港の外側を回り込む感じで、少し不便ではあるものの、釣り場面積としては、広大な釣り場です。釣り場の特徴としては、白い灯台まで伸びる軽村状の釣り場と、護岸いっぱいにテトラが敷き詰められた釣り場の2箇所に分かれます。テトラエリアは、潮通しが良い上に、水深もあるので、メバルなどの根魚や、チヌ、グレ、カンダイ、アオリイカなどの魚たちも狙える高ポイントとなっています。ただし、テトラエリアは、足場が悪いので、滑りにくいシューズと、ライフジャケットなどの、救命胴衣の着用を心がけてください。灯台付近に関しては、外側はテトラがあるものの、内側は釣りやすい状態になっています。ただし、引き潮時など潮位の低い時間帯は、足元の捨て石があるため、水深が浅くなり根がかりなど注意が必要です。港内はちょい投げで、キスやカレイ、サビキ釣りで、アジやイワシ、サヨリなどが狙えます。浮きを使った五目釣りで、ガシラ、サンバソウ、スズメダイ、チャリコなどを釣って楽しむことができます。釣れる魚種。この釣り場では、春先と梅雨明け頃から、秋にかけて、アジ、イワシ、サヨリなどサビキ釣りで狙える魚が釣れ、テトラ際では、ハネ、チヌ、ガシラ、メバル、アオリイカなど実績があります。テトラエリアはとても広大なので、お好みのポイントでのんびり釣りが楽しめます。ただし、足場が悪いので、ライフジャケットなどを着用して調光ください。また、漁港内や灯台周りでは、キス、カレイなどのサーフ系の魚が狙え、春先や初夏から晩秋にかけて、オキメを狙えば、マダイ、サゴシ、タチウオ、ハマチ、メジロなどの魚が釣れます。ご興味のある方は、ぜひ一度訪れてみてください。詳細については、概要欄に URL を記載していますので、釣り場ナビ公式ページもご活用ください。これからも、このような釣り場を紹介していきますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。以上、YouTube 版釣り場ナビでした。ありがとうございました。